はい、ってことでね、来ましたよ。フレですよ。いや、すごい雨ね。着いたはいいけど、えらい雨でね、どうしようかなというところなんですけど、まあね、あんにもですよ。いつもこんなに混んでるんですかね。なんかいかにも観光のイベントに来たぞって感じのお宅どもがいっぱいでしたけどね。まあ私もね、多分に漏れないわけでございますが。さあ、どうしようかな。とりあえず降りて、まあ、せっかく来てきたんですからね。今ちょっと電話ね、隣と打ち合わせをしとったらね、すっかり誰もいなくなりましたけど。いや。どっちからどういったらどうなるのか、まあ何も分かりませんけど、とりあえずブラブラしとったら何かとあるんでしょう。出したくれですもん。ね、むちゃくちゃ生産地が混んでますね。なんでそんなにみんな乗り越しとんの。ね、私はなんて言ったってね、すげえ、なんでこんな混んでんの。私はあれでしょ、ね、まるでね、どっかに四日市から来たオタクどもに見えるかもしれないけど、思いっきりキップスですけどね。タッチさは240円ですもん。さっきから広まで移動しただけですからね。うわ、すごい。タトルバスのがね、すごいな。失礼、カイズタルオフでした。まあ、この辺りは、ちょっと、うちの副代表が来てから一緒に食いに行くとしましょうか。あれで怖いねって言いそうで怖いですけど、こんな寿司屋さんとか入ってんだ。さすがプレですね。あ、そうだ、せっかくなんでね、道中の説明も兼ねてね、履歴を出しておきましょう。チャージはね、だいぶ入ってますからね。あれ、チャージできるの。こっちチャージできる。こっちでも買えるみたいですけどね。中心って書いてあるんだ。こっちでもなんか切符買えそうですけどね。うん、いいですか、さっき。あ、どうぞ。いや、私も地元じゃないんで、ようわからんもんで。ああ、わからんもんで、関西だな。私、三重から来とるもんですよ。三重なんですよ。大丈夫ですか、台風は。いやー、台風やで、ね、なんとか。うちであの、四日市やったら上の方やったんでよかったんですけど。なんかこの前、また昨日もね、ちょっと大汗の方が上がったみたいで。何あのね、クレで、あのクレのあの、海軍関係のやつで、あのちょっといろんなね、ちょっとゲームのイベントが、ここなんや、ここ。へぇ、それで、そう。そうなんですよ。今とりあえずね、ちょっと、チャージをね、そう。クレの方もよく話すなと思って、やっぱ大阪の方でしたね。やっぱり西の方にも話しますね。今日も関西線ね、乗ってきて思いましたけどね。うん、やっぱね、関西の電車はスマホいじっとる率もありますけど、やっぱね、話しとる人多いですよね。私の気のせいかもしれませんけどね。何をどういたらどうなるか、何と見るじゃん、こっちなんでしょ。まあ、この辺りはね、後から来てやると見ることして、とりあえず私はですよ、それはもうね、もう一人ね、相方が来たら、それは多分そっち方面のいっぱい見ますから、ね、そういうやつ、あいつら見なさそうな、マニアックなところを攻めるのが私の使命でしょ。さあ、あんまり、すみません、ヤマトコーヒーなんて食べます。おい、すごいですね。港に来たって感じがしますね、こういうの見ると。まあ、四日市も十分港ありますけどね。ああ、そんな案内とかいろいろ困ってるんですね。その、そのイベントって感じですね、今回。いろんなシャトルバスとかも出てるらしいですよ。といってもね、うちのね、もう一人が11時半頃に作ってることなんでね、まあ、それでもすごいですけどね、朝一からぶっ飛ばしてきてくれとるんで、いろいろカレーのフェスタとかいろいろやってるみたいですからね、15時までですから、
先に行って食べても軽かもしれませんけど、さあ、はスーパーで力のうどんってなんかこっちの方、こっちの方多いんですかね、その力のうどんって。広島駅の方でもなんか見かけた気がしますけど、雨が少し止んでくれたらいいんやけどな。これ何百円かね、金曜日はやっぱし、この前マイズル行った時にチラッと見てたのはどうも朝潮方やったみたいですけどね、広電バスに JR バスが出るんですね。向こうの方からトロルバスが出るってなってましたけど、ちなみにね、今日ね、何を隠そうね、私なんてこんなこのカバン一つで来てますからね。まあ一応ね、カメラ用のカバンを持ってますけど、ちょっとね、ヤマトミュージアムの方回ってみてもいいかもしれませんね。クーデーからこう来て、ヤフーストリームまで、ね、駅前行くとこんな感じですね。熊野営業所、熊野って言われるとやや地元に戻ってきた感もありますか。まあ地元っていうほど近くもないですけど、四日市と熊野は、大和ミュージアムもやっぱすごい人ですね今日は。まあいつもかもしれませんけどね、ここはでもすごいですね。全部屋根付きでずっと来れるんですね。なんなら通路の案内の中に、夢タウン、スーパーのね、夢タウンの中をね、はい、ここ通ってってくださいっていう公式に書いてあるんですね。それもすごいですね。まあ、ね、せっかくなんでそれでちょっと夢タウンに行って、なんか、イタリアンフレボールドスパークリングミネラルウォーター、なんか、すごくありがたそうなやつ売ってたんでね、それにしようと。ちなみに67円安い、67円でしたからね。で、まあ、こういうのを見ながらね、プラプラと行こうと思ってるんですけど、そう、ちなみに最近私の友人がちょっとお酒が飲めない生活をしておりまして、健康会社とかそういうのじゃないんですけどね、あ、すげえ。そう、でそいつがですね、編み出した手法がですね、炭酸水にレモン、ポッカレモン入れるとレモンサワーの味になるって言って、それを飲んどったらなんと10キロ痩せてね、めっちゃスリムになっとったんでね、あ、これを俺も真似しようかなと思ってたところな、ちょうどいいですね、これ。どうも本当に砂糖ゼロ、ノンカロリーみたいですか。というかこれすごいですね、やっぱり潜水艦って上に上がったの見るとすごいなね。この前ちょうど行った時に、マイズルで見たときはね、ちょうど上がね、こんな感じで出てきましてね、まあそれでも十分すごかったんですけど、この距離で、改めてこうやって潜水艦を、全然ね、基本見ないですからね、潜水艦の下って、見ることないですからね、すごいな。いやー、軍港に来たって感じですね。やっぱね、同じ港でも四日市とはもう全然違いますよね。四日市は昔は海軍の燃料所があったそうですね。まあその兼ね合いで今もカンコリのマップの一の3でね、燃料の補給地点になってたりするっていうあれはあるんですけど、わ、すげー、でげー。まあでこの手の船はね、さすがにね、この手のね、船はね、まあ言うても、四日市にも来ますからね、オイルタンカーが来ますからね、四日市も。なんですけど、やっぱね、こんだけこう、いろいろと止まってるとね、すごいですね。で、あ、これ、皆さん、江田島行きか。フェリー、ここで来てるんですね。よかった、よかった。フェリーもね、使えたら使いたいんやけどな。
定的にね、ちょっとね、この後のこと考えるとね、ちょっとね、うん、どうかなっていう。松山行き、広島行きフェリーなんても出るんですね。そうそう。高速鉄道。スーパージェットとフェリーの2種類がありますよ。でこれ結構プレーのあの港の海峡の細いところとかも通るのでなんかすごい面白いらしいですけどね。スーツさんの動画でなんか上がってましたね、そんなのが。でもそこになりますし、当たり前ですけどね、いろんな爽快手やらいろいろといるわけですよね。これは四日市とやっぱ違いますよね。あと四日市こんなにね、あのフェリー乗り場ないですもんね。全部タンカーですからね。でここは桟橋ターミナル、ここ無料休憩所になってるんですね。こんなとこにスナック喫茶サコンなんてあるんですね。朝の7時からやってますよ。夜の10時からすごいですね。ここはカレーライス600円。まあ、カレーライスもまた美味しいですからね。これはいいのかな。シーチクプリン、4人ギャラリーとかあるんですね。あ、そうなんや。呉市の横に熊野町ってあるんや。あの熊野町はいろいろあるんですね。そっちの方行ってもよかったかもしれんな。あっちで撮りましたからね、宿を。広島で。よしよしよしよ、山田の道すごい、あ、すごい、無料休憩所ないやん。本当に広いし、広いし、こっちは空いてますね。ここの方はね、もうオタクどもいっぱいですからね。この休憩所があってちゃんとフェリーの案内も出てますね。結構頻繁に出てるんですね。5分、15分、20分、5分から10分、まあそこからちょっと空きますけどね。私も400円できるんですね。フェリーってもっと高いかと思ってた。ここにいたね。うん。スーパージットやとね、やっぱすごく早いですけど、ね。フェリーやと940円できるんですね。へぇ。へぇ。しかしですね。結構、お便も多いですね。最終11時過ぎまであるんですね。へえ、覚えておきましょう。もしかしたらちょっとこれはいかんかもしれない。こっちの方に観光もやる観光もやるあるんですね。へえ、こっちは多分行くとしたら明日でしょうね。多分明日も来ますんで、こっちまで。へえ、道後温泉が何時出てるのかと思ったら松山も行くんですね。ちょうど実は今友達が松山と新居浜に行ってるらしいんで、場合によってはあるかもしれませんけど、まあちょっと今回は多分そっちの方には寄らんと思いますので。でもちょっと一回フェリーは乗ってもいいですよね。900円だったら、電車だと多分400円かな、それぐらいですから、ね、ワンチャンありだと思いますよ。うん、多分混みますしね、イベントなどは。
こっちの軍艦を見るのとは別でまたミニクルーズなんてのもあるんですね。安いなこれ、500円なの。韓国クルーズで500円とかって珍しいですよね。大体1500円から2000円ぐらいですよね、うん、高いところだと3000円ぐらいして、高いところって言ってたこれも行ったところでしたね。舞鶴なんかは3000円ぐらいしましたけど、500円かなっていうところですね、うん、駅前ですけどなぜか三高が止まってますね。自販機あるなと思ったらなんかすごい自販機ありますね。しかもおばあちゃん買ってますけど、焼き屋こっちの方の出汁ですよね。あーすげえ出汁の自販機あるんで700円。すげえ、しかも売れてるんですね。中央通りの方からちょっと行ったところになんかコラボをやってるローソンがあるんですよね。まあ時間もあります、歩いていきましょうか。よいしょ。中央通りやる向こう行った方がいいかな。ここはもう軽く歩いてますからね。雨降ってきたんで私なんてね、傘も持ってませんからね。まあ私普段から全然気がさせませんからね。はい、ということでね、道中の写真、まとめております。これがまず、クレで撮ってきたですね、履歴ですね。まあ、前回のね、三日市から四日市のね、三日市の平田のやつも映ってますけど、下の方ですね、四日市から鶴橋の KT が多分近鉄のことですね。近鉄四日市から鶴橋まで行って、で、まあ、そこで、まあ、あれですね、切符の方は入ってないんで、広島まで入ってなくて、で、広島で、深夜バス八丁堀までの、でまた、今度金山町乗ってからですね、広島電鉄乗ったよと。でそこから広島から呉まで行く予定が、まあ、坂で途中で降りましたよねって。で坂で、まあ、ちょっとチャージもして、で坂で、また坂から呉まで乗ってきましたよっていう履歴になっておりますという感じですね。であとはこれですね、これはクレで、その休憩所で、撮ったやつですけど、まあこんな感じでワンデイパスタっていうのも出てるんですね。これもね、いいかなと思ったんですけど、まあちょっと今回の旅ではワンデイパスタを使わずに、他のね、手段を使って、いろんなところに旅に行くことになります。まあこれはユメタウンで買ったね、レモンですよね。これ美味しかったですよ。ね、68円ですごく、喉の渇きも潤しましたしね、良かったなと思います。で、あとはこれがね、ヤマトさん。ということで、まあ、歩きながらね、無事に、雨もそんなに強くなかったですね。で、そのコラボ店のお店の方に着きました。私は、まあまあ、驚くかなと思ったけど、まあ、並んでる皆様も重さの方々ですからね。やはりね、前回のイベントとかよりは、そんなにも、列の混みも、ひどくないし、うん、そんな、広くないよっていうね、話を聞きながら、私も、まあ、この後列に並びますけど、まあ、列もね、そんな長くなかったんで、まあ、私も、うん、ちょっとね、この辺りとかね、写真をね、パチパチと撮りながら、ね、ローソンはクレチンジフ、会長130周年を応援しますと言うんですけどね、なんか応援の仕方が大丈夫かと、まあ、いや、まあ、私たち的にはね、全然大丈夫なんですけど、ね、という、のもね、だから、でもね、このやっぱし、上りがね、可愛いなっていうね、山本さんがね、うん。ちなみに店長さんがね、奥で列整理をしておって、皆さん一番欲しいのは何で、どの商品なんですかって言ったら、誰かがこの上りが欲しいですっていう。ね、まあ、私も同感ですが、
ね、まあそんなね、やりとりもしながら、列を並んで、まあ私も、グッズの方買ってきました。グッズの方はまとめて他のやつとね、紹介したいと思いますけど、まあ一応こんな感じで買ってきましたよ、ということで、ひとまずクーデーの方から、この後ですね、ちょっと諸事情ございまして、次の動画の冒頭で説明いたしますが、このまんま、クレの、カレー会場、クレカレーのね、カレーフェスタの会場の方に向かうことになります。ということで、この動画以上で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。